立憲民主党と日本維新の会の国会対策委員長が会談し、正当な理由なく国会に登院しない議員の歳費差し止めを可能にする法案を来週にも提出することで合意しました。実務者レベルでの協議が、今続いていて大詰めの段階のようです。少しスピードアップをして、これ対応しようということでございます。この歳費差し止め法案は国会への欠席を続ける NHK 党のガーシー参議院議員を念頭に置いた対応で、来週にも立憲と維新が国会に共同提出する見通しです。また会談では LGBT など性的少数者への理解を促進する法案の速やかな成立を目指し、与野党で協議を行う枠組みの新設を与党側に求めていく方針も確認しました。